こんにちは、レルです。トリッカーやから泥棒側ですね。今日はお菓子泥棒やっていきます。キャンディー泥棒のなんかハロウィンバージョンね、やっていきます。でね、これね、ちょっと泥棒側とガーディアン側、トリッカーと何やったっけ、ちょっと トリーターとトリッカー、まあそれぞれあの強い立ち回りがあるんで、それをちょっとやっていきます。まずこっちのあれね、泥棒側の方、トリッカーの方、あのこの緑の枠から外投げる、左の端のこっちね、こっちの外投げて、ほいよいしょ。でね、ここね、登って、でもうこっちジャンプする。で今投げたやつをどんどん入れていく。これが一番強い。であそこ閉まってるから敵も来ないし、もう最強。ちょっと待ってよ、どこ行った。まあ今の抜け方したら敵が来るんですけど、これで一気に多分4つぐらい入れれるんじゃないかな。ほいほい。でここにもあったね。どんどん入れていく、どんどん入れていく。でそこにもあるね。じゃあ取るか。まあこういう味方が漏らしたやつとか結構取っていかないときついんですけど、だからね、自分が投げたやつはね、責任持って、まあ捕まった後でも、その解放されてから取りに行った方がいい。自分が投げて道中にあるボールは。まあ初期位置になったらいいんですけど。OK。行きます行きます。いいんじゃない？勝てるんじゃない？これは。OKOK。あと一つ。勝ったね、これは。ナイス。これマジで強いです、この戦術、ノラでやってたら。はい。で、ちなみになんですけど、避け方ですね、次。避け方ね。避け方は、まあ、速さ自体は、その、なんていうんですか、ペンギン持ってる時は遅くなるんですけど、まあ、このキャンディ泥棒は両方同じ速さなんで、泥棒とガーディアン側が。まあ、逃げれるのは逃げれるんですよ、ずっと内側とか使って。でね、逃げるときに強いのが、このね、ジャンプダイブで上に乗る。こういうとこの。まあ、ちょっとここ無理かも。まあ、ここはあんま使わん方がいいけど、途中のね、例えばなんですけど、こことかね、ジャンプダイブで上乗ったりして、っていうのがめっちゃ強い。ここ。とか、まあ、普通に上からでも強いしね。よいしょよいしょ。ほい。同じ攻め方してんな。で上行って、ここに上乗って、まあこういう上乗って逃げとったらだいぶ強いっすね。取りに行くか、ちょっと。さっきと同じ戦術になっちゃうんですけど、ここら辺に投げたボールを回収して、はい。やばい。で、こういう時とかに上乗って、ほい。すごいね。めっちゃ点数ポンポン入る。上乗って、ブロックで逃げる。まあ、これがめちゃくちゃ強いです。でね、あとワープはね、そう、ワープね、ちょっとスティック離した方がいいかもね。出る時に。こけちゃうから、まあ、出る時にね、だいたいこの坂道行ったらこけちゃうんで、坂道行かないように、着地した方がいいかも。出た時にね。出た時に。あー、またこれあれか。真ん中行かんとあかんか。で、真ん中はね、もうね、この坂道からしか行く道なくなったから、まあ、こっから行くしかないっすね。どうしよう。なんでここ張ってんやろ、この子。ほい。危ない。じゃあ、あと2つ頑張っていこう。はい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 。ほい。で、切り返しね。切り返し。オッケーオッケー。で、あとこうやってボール投げてあげたら、その分、ボール持ってる時より速く走れるんで、ボール投げてあげる。で、切り返して、ナイス。まあ、こういう避け方です。はい、やっときた。トリーターですね。トリーターやっていきます。
トリッカー、トリーターね。ガーディアン側ですね。で、ガーディアン側で強いのは、あのね、ダイブして掴む。ダイブして掴むのがめっちゃ強い。で、これも持ち場守らんでいいっすね、ほぼ。ノラやったら。まあ、フルパでやってたらあれやけど、守ってもね、ここらいない？オッケーオッケー。あの、じゃあ魔女を追いかけます。あ、待って。で、こういう時に、あ、今、中入っちゃったな。まあ、こういう時に、大丈夫？ほんまに？ほんまに？オッケーオッケー。はい。で、あと4人。うん、そこおったな、でも。うん、そこいたよ。ここら辺いたよ、ここら辺。まあまあまあ、まあ。あー、で、あそこ俺ね。いやー、これ真ん中守りたいけど、きつくない？はい。さあ、で、これ、ある程度捕まえたら、真ん中守って、まあちょっと失敗しちゃったね。で、どんどん捕まえていこう。あいつ許さん。で、こうやってダイブして掴む。ちょっともうちょっとうまく決めたいんやけど。ほい、ここら辺おるよ。どこ行った？そこね。オッケーオッケーオッケー。捕まえます。はい。あと一人。ここら辺いなかった今。あ、おるね、おるね。あ、いないいないいない。あー、終わっちゃった。もうちょっと喋りたかった。ナイス。はい。じゃあもう一回やります。トリーターです。で、だいぶつかみね。あとね、まあ、喋ってなかった、今更言うかって感じなんですけど、このワープ先ね、ワープ先覚えといた方がいい、ちゃんと。青のワープ、まあ、とりあえずちょっと、まっすぐ行こう。このホットドッグ捕まえたい。オッケーオッケー。いきます。で、追いかけて追いかけて、追いかけて追いかけて、いいの？そんなんで。ほっ！で、これでジャンプダイブね。ジャンプダイブで捕まえる。オッケーオッケー。捕まえた。あと3人。で、これね、青入ったらあっち行きます。あっち。で、もちろんなんですけど、緑入ったらあっち行きます。あっち。この逆側行くんですよね。で、対面じゃなくて、こっちの逆側ね。黄色やったらあっち行く。向いてる方向ね。おるやん。捕まえよう。さあ、解放されちゃった。はい。ジャンプダイブで捕まえる。任せてください、ホットドッグは。ホットドッグ僕行きます。いいですよ。ホットドッグは任せてください。で、ジャンプダイブで捕まえる。このダイブで捕まえるのがめちゃくちゃ強い。捕まえたかな、今の。さあ、あっちおるね。あれも捕まえたい。さあ、これどうやって行くんやろ。はい。さよなら。いや、真ん中行ってるぞ。真ん中がきついね。はい。捕まえた。これでやろう。あ、出てこれるか。ちょっと待って。もう一回捕まえる。まあ、こうやって捕まえといたらね、こうやってキャンディーも全然入っていかないんで、時間アップ、んタイムアップ、んタイムアップを狙っていく。何やってんの何やってんの。あ、ミスった。それはフェイント。あ、どこ行ったやろ。どっか行ったらもうほっとく。ほい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 。やつを狙いますぜ。いいの、そんな雑に逃げて。で、こっちにもおる。はい。で、そこおる、そこおる。二人おるね、二人。ちょっと待っとくか。待っとくか。でね、まあ、言っちゃえばね、まあ、フルパとかで言ったらそうなんですけど、この坂道でしか来れないから、ここ守っといてないんですよね。ここ完全に守っといたら、絶対に近寄れないんですよ。来るの来るの。何やって何やってんの。やめてやめて。で、向こう側も守ってくれたらもう絶対に通れないんですよ。まあ、だからここ守ってたら強い。あと20秒で6つやから多分敵無理やな。で、まあ、通過された時用に1人あえて守るのもいいし、真ん中ナイス。ほら、こうやって今僕捕まえたら分かります。くるくる回ってたら勝手に捕まえましたって感じでした。はい。キャンディ泥棒の最強戦法でした。泥棒とガーディアンそれぞれね。まあ、今日やったから今日の分なんですけど。以上です。ありがとうございました。お疲れ様でした。